前逸は、やっぱり底抜けに優しい男だった。いや、下野広さんな、人見て話そうや。どうもその日暮らしです。世間は地上派での煉獄さんの活躍に鼻を膨らませ、頬を濡らしたでありましょう。今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今回は何でも、それに合わせるかのように怪しげな爆弾が投下されたそうですので、早速本題に入りましょう。それではまずこれ。下野広、結婚していた、時は9月の26日、バカテスの秋久やメイドラゴンの竹などでおなじみの声優である下野さんが、スクープ記事を配信するニュースサイトにて結婚していたことが明らかとなり、話題となりました。記事によりますとどうやら下野さん、10年以上も前にすでにご結婚されていたんだそうで、お子さんもお二人いらっしゃるとのこと。記者側はスタジオから尾行やらなんやら行ってたからなのか、前々から下野さんの自宅を割り出していたみたいで、今話題の人気声優のプライベートを覗いた結果、近所の公園で家族サービスしている下野さんを捉えることに成功。後日結婚を隠していることについて仕事帰りの彼に突撃インタビューをしたところ、とても大事な話なのでここではなくてきちんとお話ししたいのですが、と別段取り乱すことなく落ち着いた口調でぶしつけな突撃インタビューに対応していたみたいです。要するにしっかり話すからそっちもちゃんとプロセス踏んでこいやということですかね。これまで散々同業者がすっぱ抜かれている昨今ですし、声優もその事務所も相当警戒しているんでしょう。突撃をいなされた記者側は後日、下野さんと話すべく所属事務所を訪ねます。記事内の下野さんはそこで、声優として伸び悩んでいた頃にいつも奥さんがそばで助言してくれていたこと、今でも奥さんもお子さんも大切にされていることなどを教えてくれました。肝心の結婚を隠していたことに対しては、十数年前は声優が見られる存在ではないことだったり、結婚もお子さんがいることも演じているキャラクターたちとは全く関係のない話だからなどなど、本人たちにしか測れないであろう思いまで打ち明けてくれました。記事の終盤に下野さんは、結婚して家族がいるということをファンの皆さんにお伝えすることになってきっと驚かれたと思います。少なからずショックを受けられた方もいらっしゃると思うんです。それは本当に申し訳ないなと思います。ただこれからも僕自身声優として頑張っていきたいと思っていますし、何より僕が演じるキャラクターたちももっと頑張っていくと思います。彼らと作品をこれからも応援してもらえたらありがたいです、と回答。この言葉を最後に記事は、前逸はやっぱり底抜けに優しい男だったという記者の言葉で締めくくられるのでした。いやだから下野広さん、やぶから棒なれトリックをむやみやたらに使うなという異例を挙げたところで、これが記事の大体のあらまし。隠し撮りされていた下野さんがまだ着込んでることを見るに、結婚前からプライベートを監視されていたのかもね。でもって記者側は再び鬼滅が再熱する頃に結婚発覚プラス不倫発覚という、最も話題をかっさらうであろう状況をカメラに収めようとしたけれど、下野さんがあまりにも奥さん一筋だったためにスキャンダルは取れず、ネタをお蔵入りにするのもあれなので、鬼滅映画に合わせて投げ込んでやろう、といった流れが裏であったんじゃないかと妄想してみると、超楽しいです。そういえば津田健さんが同じやからに同じような展開してませんでしたっけ。その時は確か津田のこれからにエールを送りたいとかなんとか言われて、いやそこは居抜いちゃうんかい。まあこういうスクープの内容はファンを煽ることが絶対条件ですからね。今回のはかなり切れ味が落ちているようですが、肝心のファンからの反応はというと、おめでとうとつぶやく人、ショックを受ける人、前々からそんな噂があったと予測していた人、最後の言葉に案の定ツッコミを禁じ得ないといった人もいれば、私生活よりも前抱っこしていることが危ないと赤ちゃんの持ち運び方に注意を促してくれる人だったりと、ベラボーに達したようなリアクションがございました。ちなみに前抱っこがダメな理由はハンドル操作の妨げになってしまうからだそうです。とまあこんな感じで、下野さん側からすればマスコミからの長いストーキングにようやっと区切りをつけられたというところでしょうか。思ったけれど、鬼滅の主要キャラ声優の中で今だとやかく言われてないのって松岡さんくらいだよね。なんだろうこの安心感。話は戻って、どうやら昨日下野さん自身のブログが、ファンの皆様へ、というタイトルで更新されていたそうです。さらっと全文読み上げてみましょう。この度、週刊女性さんに私の結婚等に関する記事が掲載されました。報道を受けて驚かれた方、衝撃を受けられた方、様々な方がいらっしゃると思います。今回の報道に関しまして、内容は事実であり、このような形でのご報告になってしまい、お騒がせしてしまったこと、そして、ご心配をおかけしたことを、大変申し訳なく思っております。今回このような形でのご報告になりましたが、今まで以上に作品やキャラクターと向き合い、より良いものを作っていけるよう努力してまいります。そして何よりファンの皆様には、今まで以上に消化を担っていただけるよう精進してまいりますので、引き続き応援していただけたら幸いです。また抱っこ紐に関しては、私の知識が乏しく、皆様にご心配をおかけして申し訳ございませんでした。今後は安心安全に努めてまいりますとのこと。謝罪云々よりまず目につくのが、下野さんのブログ。このタイトルで3つもクローンができていたことなんですよね。ちなみに中身は1つだけ改良の仕方が違いました。内容は全く同じです。天然で機械音痴を見せてくれる下野さん、ほんとすこ。
声優が結婚報道で騒がれている中ですが、次はちょっと別サイドの声優さんの視点を見てみましょう。ドドンと、こちら同じく声優である原田ひとみさん。バカテスの姫路さんを演じていらした方ですね。どうやら彼女、共演作が多かったことから、前々からたびたび下野さんとの結婚疑惑がかけられていたんだそう。それが原因なのか、下野さんの一部のガチ恋でいなる輩にたび重なる誹謗中傷を食らっていたんだとか、原田さんと下野さんの共演作なんて二つくらいしか知らんのですが、原田さんは今回ツイッターにてその旨の声明を上げており、要約しますと、原田は某氏と結婚しているにもかかわらず、それを隠してる嘘つきの詐欺師だ、と当時から私を叩いていたくせして、今回の結婚発覚で某氏が嘘つきの詐欺師と言われる側に回っても、私と同じように叩いたりはしないんだね。知ってた。今まで某氏のことを考えて結婚していることを言わなかったため、これまで数多の誹謗中傷を受け続けてきた。言い返せないことをいいことに、嘘を織り交ぜて自分をサンドバッグにしたり、歪曲した情報を故意的に流して、それを真実かのように広められたり、声優に限らず見られる側はいろんな事情を考慮しているため、言われのないデマを訂正することもできないことだって普通にある。だからこそ、誹謗中傷やヘイト拡散が目的のいじめっ子たちの言うことは、決して鵜呑みにしないでほしい。多少脚色が過ぎましたが、こんな感じでしょうか。最初にこの問題について思ったことは、理不尽、の一言ですね。言われのない悪口を叩かれてるのに本当のことを言えなかったのは、腹渡にえくり返らんばかりのフラストレーション爆増案件だっただろうに、某氏の結婚発表まで耐え続けた、よく耐えたなぁと本当に思います。実際言い返せない場所でボロ雑巾のようにされていたんだろうし、正直胸クソ感は否めないのですが、きっとこういう問題の発端って、声優オタク側が声優にカップリングを求めたり、そのイメージを押し付けてたことなんでしょうね。それを真に受ける人も当然出てくるわけで、あいや、他者を攻撃してしまうオタク側のモラルの低さが問題であって、カップリングすること自体を批判するわけではないですよ。妄想はオタクの専売特許であり、活動源なのは言うまでもない事実ですが、今後このようなことが少しでも起こらないように、歪曲した考え方を他人に押し付ける、ましてや根拠のない誹謗中傷を他者に振り回す輩にならないように、一度自分の行動を見直してみるのもいいのかもしれませんね。何はともあれおめでとう下野さん、これからも頑張って原田さん、という思いに完結するニュースなのでした。次に、鬼滅の刃、上限の声優が決まる。時は9月の25日、YouTube にて、鬼滅の刃未期放送に伴い、アニプレックス公式チャンネルがプロモーションビデオを公開し、話題となりました。急上昇1位だー。中でも上限の鬼、抱きの CV は数多くの予想やが四六時中議論を繰り広げ、時には怒号が、時には血しぶきが飛び散るほどに白熱しておりましたが、ようやくその熾烈な争いに終止符が打たれることとなりました。CV は沢城みゆき、最後、中村雄一、運命の人が決まる。時は9月の23日、声優である中村雄一さんと、フリーライターであるマフィアカジタさんがメインパーソナリティを務める YouTube チャンネル、わしやがな TV にて、アキネーターという、有名な人物やキャラクターを思い浮かべながらこいつの質問に答えると、なんでか知らんけど当ててきやがる変態魔人の特性を利用して、理想の恋人を探し出しちゃおうじゃないかという企画を実施、おのおのが運命のお相手を引き当てていく中、中村さんだけ2回原子グラードンを引き当てました。運命って怖い。この動画はますます話題となり、Twitter では原子グラードンがトレンド入りし、中村さんと原子グラードンのファンアートが続出するという、他に類を見ない現象を引き起こしました。久しぶりに腹抱えて笑えた回ですので、みんなもぜひ見てみるんやで。ということで今回の声優ニュースはここまで、そして今回の支援へ、いつもありがとうなす、めっちゃ元気出ます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイ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 バーイ。